明後日名古屋に国内初めてのレゴランドが開業するのを前に、今日東日本大震災の被災者らを招き事前公開が行われました。レゴランドはデンマークの玩具メーカーレゴ社のレゴブロックをモチーフにした屋外型テーマパークで、明後日国内で初めて名古屋市港区の近城府島に開業します。 全面開業に先駆け、きょう東日本大震災や熊本地震の被災者らを招きプレーオープンし記念式典にはレゴランドジャパンの東米イ延ン,ン代表取締役や名古屋市の河村隆市,市長らが出席しましたレゴランドは広さが東京ドーム2.5個分ほどでおよそ40の乗り物やショーなどがあり一日何度でも乗り物を楽しめるワンデーパスポートは大人6900円子ども5300円です。